皆さんはもう新紙幣は手にされましたか？私はですね、ようやくコンプリートしました。こちら渋沢栄一さん、そして津田梅子さん、北里柴三郎さんです。わーい、揃いました。最初見た時にね、日本のお金じゃないなって感じました。数字もすごく大きいですしね。でもそのうちこれがもう当たり前になってくるんですよね。不思議な感覚。今までゆきちさん、ゆきちさん、ゆきちさんに会いたい、ゆきちさんが欲しいなんて言っていたんですが、そのうち栄一さんになるっていうことですもんね。ようやくねコンプリートできたんですが、やっぱり私はまだね、これが主流になるまではなんとなくもったいなくて使えないので、しばらくは保管しておきます。そしてもったいなくて使えなくて結局使わず持っている紙幣として、はい、こちら2000円札結構あるんです。私 1,2,3,4,5,6 枚持ってます。これもね、2000円札が出た時に手にして、なんとなくもったいなくて使えなくて取っておいたら6枚揃ってしまったという感じです。これもね、立派なお金だから使えばいいんですけどね、なんかもったいなくて使えないんですよ。沖縄ではね、結構今でも2000円札が使われているという話題をネットニュースで見たんですけれども、やっぱりもったいないので、この2000円札とコンプリートした新紙幣はしばらく取っておきます。